日立国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、東海道に属する、カズ国、上野国と共に新能が国主を務める、新能人国であり、国府の実質的長官は、日立の助であった、7世紀に成立した。成立時期については、日立国風土記によれば、大化の改新直後に創設されたことになるが、人心の乱の後進である大友夫岐夫が、 後世の日立守に相当する、浄土党に任じられたとする記事があることから、日立という故障の成立を7世紀末期とする考えもある。なお、日立国風土器の篠田軍の城に、白地四年、物延川地、河内、モノ合図らが来いて、つくば、茨城の軍の700校を分かちて、篠田の軍をおけけり。この地は、元日高見の国なり。とあり、両政国成立前は、 北上国だったとされている。律令制が敷かれた当初の日立国は高国を編入したため、現在の茨城県の大部分と福島県浜通りの大熊までに至る広大な国であった。日立国風土器には、久慈郡と高郡の境の助川を道前となし、道の区国の岩木郡の桑沙の村を道ごとなす。という記述があり、助川が日立市に ふさが大熊に相当する。言い換えると、現在の福島第一原発付近が、日立国と道の区国の境であった。後に、道の区国が設けられると、日立国の北端は、菊田郡までになった。さらに718年に、菊田軍が新設の岩木国に入れ替えられ、日立国と岩木国の境にあたる、現在の平方トンネルのすぐ近くに、菊田間が建てられた。これ以後は、 日立国の範囲は変わらず、西南部を除いた茨城県に相当する範囲となった。新張郡、筑波郡、篠田郡、茨城郡、行方郡、高島郡、中郡、久慈郡、高,郡,高郡、白壁郡、河内郡から構成される。東海道は下宇佐国荒海駅から香取海を都泉市への木浦津駅で日立国に入った。805年以降は、 この路線は廃され、現在の利根町から絹川を渡船しは柏、し慣れ馬付近から、日立国へ入る路線となった。平安時代の天朝3年9月6日、日立国と和佐国、上野国の三国は、国主に必ず新王が部任される、新王人国となり、国級は大国にランクされた。新郎人国の国主となった新郎は、大主と称し、下には、 必然的に他の国主より高く、親王大主は、正四以上であった。親王大主は現地へ赴任しない要人で、例えば、桂原親王や時安親王のような日立大主が、実際に認知に赴くことはないので、国主の実質的長官は、日立の助であった。律令制による国軍支配が解体された、平安時代末期以降、荘園の分立や、軍の分割が進んだ。 近世初めに実施された大閤検知の際に細分化された軍や省を再編成して古代の軍の復元が図られたがその領域は古代のものとはかなりの違いがある。明治政府による軍区町村編成法と軍政の施行による再編を経て第二次大戦後の現代まで続いた茨城県の軍の区分と領域はこの大閤検知で再編されたものを基礎としている。 北地国府跡石文和名城によれば国府は茨城郡にあった現在の石岡市にあたり北地国府跡として国の史跡に指定されている国画は、石岡小学校において7世紀末から11世紀までの遺構が発掘されており古代には一貫して同地に所在した縁起式内社縁起式新名庁には大社七座七社 者二21座二0社の計28座27社が記載されている。大こそろく社は以下に示すもので、すべて明神大社である。そうじゃ、一宮以下、中世諸国一宮製の基礎的研究に基づく、一宮以下の一覧。軍側とは、概ね次のように否定されている。日立国には、明治維新を迎えた藩として、三戸藩、五連氏として、府中藩、獅子戸藩、 そして月河老として明治以降独立する松岡藩、その他に土浦藩、笠間藩、下館藩、八田部藩、麻生藩、牛久藩、下妻藩がある。明治元年から廃藩地県まで藩となったものに、静木藩、松川藩、龍ヶ崎藩がある。出典、内閣統計局、編、早見通る、復刻版監修会来。 国政調査以前日本人口統計修正巻1、及び別館1、東洋書林、北地国地を参照鎌倉幕府、編集室町幕府、編集、ありがとうございます。